監督よろしくお願いします。あ、いいえ、こちらも。午前中は今日はどんなことをされてたんですか。あ、午前中は、まあ、体幹トレーニングとか、あとはちょっと身のこなしっていうことで、まあ、動物の動きだったり、まあ、前転やったり後転やったりとか、あ、まあ、そういったことですね。まあ、ちょっと、はい、そうですね、そうです。野球の技術よりもこの体作りというか、そうですね。そういったところに午前中は重きを置いて、はい、午前中はもう全て体作り。左から1年生の坂本雄星、はい、真ん中は真ん中が2年生でキャプテンの菅原、奥の奥が2年生で稲田君、はい、坂本は大体ピッチャー、まあ、専門、あ、はい、で菅原はショートとピッチャ ー、はい、で、稲田はピッチャーとファースト、はい、主戦となるのは稲田ですね。どんなピッチャーですか。ピッチャーとしては、あの、まあ、重い速球と、あとは、まあ、大きなカーブを投げてっていう、はい、落差のある落差のあるカーブですね、はい、なるほど。だから、まあ、調子いい時はあのコントロールよくそれを投げて、はい、まあ、インコースにストレートなんかも投げて三振を取れるっていうところもありますね。あ、いいですね。一方で課題もあるんですか。あ、そうですね、やっぱり調子の波が激しいっていうのが、はい、フォームを含めてその修正をこの冬にやってるんですね。キャプテンはまだちょっと経験浅いんですけれども、はい、まあ、ピッチャーは多くいた方がいいんで、はい、まあ、本人の希望もあって、で、去年の秋からピッチャーです、ね、なるほど、はい、ピッチャーもできる野手と。そうですね、先発っていうよりリリーフでワンポイントもあるし、ワンポイント、あとは、まあ、ストレート変化球でコンビネーションで、あ、はいはい、楽しみですね、はい、坂本は、まあ、左なんですけれども、はい、あの、意外とコントロールいいんですよ。で、まあ、ストレートカーブチェンジアップも投げれますし、はい、まあ、球威というよりは、まあ、コントロールとそこら辺で、球種で勝負できる、うん、はい、じゃあ、あとはもう経験を積めば、あとは、まあ、マウンド上で自分の力を出してくれる、まあ、うん、精神面ですね、そういうのがしっかりと整ってくれば、うん、すごく楽しみだと思います、うん、はい、向かって左側、左側は、あ、はい、1年生の宮、はい、1年生の宮沢龍、ピッチャーとファースト、去年の秋は、まあ、そのリリーフもやりますし、攻撃では4番を、はい、打たせてました。1年生だから1年生で、はい、なるほど。じゃちょっとパンチ力もありますし、そうですね、はい、ちょっと瞬発力もなんかありますもんね。蹴りが強いですよね。下半身は、まあ、まあ、はい、最近出来出ししましたね。お、あ、ごめん。彼、少年団どこですか。は西の里カープジュニアです。西の里もいい選手いっぱい出ますね。出ますね。数少ないんですけど、いいんで、やっぱり指導がいいんだと思います。あ、豊平東さんとかも結構西野さんとかみたいに出る子多いんですけど、はい、それは杉山監督喜んでますね、この動画見たら。真ん中の左投げの子は何ですか。あ、2年生の中倉です。中倉君、はい、うん、中倉はネズミのロイヤルズですね、はい、でピッチャーとライト主任、ピッチャーとライト主任、はい、どんな特徴ありますか。特徴はやっぱりハマった時はボールのキレがいいんですよね、はい、すごくしなって投げれるんで、ボールのストレートも伸びがいいですし、変化球もキレがいいっていう、カーブもキレがいいっていう。彼がナイスピッチングした試合っていうのは何かありますか。っていうのは、ちょっと、まあ、ちょっと練習試合だったんですけど、その時は結構空振り取れて、はい、よかったんですけど、まあ、ちょっと本戦入ってから力入って、なかなかちょっとコントロールが悪くてですね、試合作れなかったっていうのはありましたけど、はい、うん、その辺が課題ですね。そうですね、何よりも試合で結果が出て自信をつかんでほしいというところですね。そうですね、向かって一番右側のピッチャー、一番右は1年生のただのピッチャーですね、はい、投げないときは、まあ 外野です。去年の秋は一応背番号1で、はい、あの、馬力、はい、馬力もありますしスピードもあるんですよ。ただやっぱり課題はコントロール、うん、
ということで、はい、北広島さんというと、はい、昨年の全国大会の予選、はい、準決勝で、はい、旭川大雪さんに、そうですね、ちょっと惜しくも、はい、あの5回までリードしてて、まあ、最後逆転、最終的には逆転ということで許してしまう、はいはい、だからまあ本人たちはそれ相応の手応えは感じているとは思うんですけれども、まあ、逆転されたというのはやっぱりそこは最後ピッチャーが打たれたというそういうのも含めてやっぱりあとはちょっと投手力の整備というのも課題にはなりました。旭川大雪戦の先発というのは稲田君、リリーフしたのが1年生の宮沢、まあ、ボーイズリーグとしてもやっぱり球数制限、そうですね、はいはい、ありますから、まあ、何人でも本当に、まあ、どこでどういう場面で交代ってなるか分かんないんで、はい、まあ、球数少なくてもちょっと10球ぐらいでも20球でも投げれるんであればそういった方がいいですよね。そうですね、はい、うん、投手陣全般にやはりその制球力だったり、はいはい、その辺が課題なんでしょうかね。そうですね、やっぱり制球力ですよね、うん、ちなみに少年団はどっちなんですか。少年団は恵みのロイヤーですね、はい、右投げの子と左投げの子と、左投げの多いですね、多いですね、6人中今4人左投げですね、6人の投手陣の中4人が左ですね、はい、キャッチャーは、右から、あ、右から、はい、はい、2年生の小竹森です、ね、はい、正キャッチャーですね、あ、はい、で、真ん中が1年生の、えのき原、あ、えのき原、はい、2番手キャッチャーのえのき原君、えのき原、はい、ちなみに出身少年団は確か彼は西野里です、ね、あ、そのえのき原君は西野里、はい、西野里、小竹森が、はい、左が1年生の木船光が、少年団、少年団は北広島イーストグローリー、キャッチャー大事ですもんね。いや、そうですね、まあ、何人いてもいいんですけどね、うん、あのやっぱり、うん、あのポジションできるっていうのはやっぱり、うん、あの将来的にも経験してほしい、うん、小竹森君は正キャッチャーってことですけど、はい、小竹森君のいいところっていうのは、いいところは、まあ、元気よくて強気にこう結構ピッチャーを引っ張っていけるというところですね、はい、なるほど。打順は何番？打順は2番目、2番です、はい、あ、2番キャッチャー、はい、はい、ミート力とも、まあまあ、はい、しぶとく三振しないようなタイプなので、なるほど、ね、はい、あとセーフティーバントなんかもできます、はい、真ん中のキャッチャーは、まあ、まだちょっと、まあ、今からっていう、はいはい、1年生で体力もうちょっと、あの肩とかですね、はい、一番奥の木船については、まあ、バッティングがいいんで、はい、あの、まあ、秋の大会も代打なんかでやっぱり同点タイムリーとかで、はい、大事なところでもちゃんと力を発揮できるタイプですね、バッティングがいいですね、はい、体もありますね。そうですね、1年生ですもんね。1年生ですね、うん、確か、マクドナルドかな、ベスト4で、ね、そうですね、はい、そうですね、その時にホームランを打って取材したことがある。あ、そうです、はい、あと、ちょっと、はい、何気にちょっと奥の方になんかありましたね。あれですね、トレーニングスペースというか、そうですね、あの、はい、ピッチングコーチの、ピッチコーチがあの、はいはい、単管をいろいろ加工して、はいはい、あのピッチャーもですけど他の選手もトレーニングでウエイトトレーニングできるようにということで、はい、まあ、その代わりあの重い重量物じゃなくてゴムを使って、はいはい、怪我しないようにということで、あとロープもありますし、ロープ登り、はい、攻撃はですね、はい、まあ、秋は1番にセンターの湯沢、はい、でそれが右投げ左打ちの伊沢君ですね。伊沢ですね。湯ですか。湯沢です。はい。で、まあ、足が速くて、まあ、ミート力も、はい、あってっていうことで、はい、攻撃の起点になる。そうですね。あれが出るとやっぱり足速いんで、まあ、盗塁の確率、成功の確率がすごく高いので、うん、やっぱり。出るのと出ないのでやっぱり得点力が大きく違いますね、はい、2番に2番にはキャッチャーの小竹森ですね、はい、これはあのやっぱり、まあ、空振りが少ないですし、あの
しぶとく短く持って三振をしないでつないでいくっていうバッティングができますので、はい、まあ、ユーザー君がまあ出て、はい、まあ、盗塁を決めて、はい、そして小竹君が返すっていうシチュエーションもあります、ね、そうですね、それもありますね、はい、じゃあバントっていうんじゃなくて、もしくはそのヒッティングで、そのままヒッティング、はい、なるほど。3番にはあのキャプテンでショートも持ってる菅原ピッチャーの件をしてるんですが、それがまあ本当に変化球も左ピッチャーも柔軟にクアのバッティングができるということで、はい、なるほど。4番は1年生のピッチャーとファーストをやる宮沢が4番ということで、まあ、あの1番から3番までが左バッターっていうこともあって、ちょっと4番にちょうど右バッターで、まあ、あの1年生だけどそこそこちゃんと打てるバッティングができるっていう、はい、新チームになってから4番はずっと宮沢です。宮沢君は全部務めたんです。はい、そうか、確かに。なるほど。5番はレフトの田村、もしくはピッチャーの稲田、はい、で北村の場合は、まあ、レフトなんですけど、まあ、これも左打ちで、本当に勝負強いというか、チャンスに強くて、すごく打点の多いバッターですね。はい、勝負強いですね。勝負強いですね。はい、だからその2人が稲田もしくは北村が5番、6番を打つという形ですね。うん、稲田は、まあ、あの勝負強さよりもどちらかというと長打力もあってということで、はい、一発、そうですね、はい、下位打線は7、8、9、あと7、8、9ですと7番に1年生で、サードの後藤慎平というのが7番 で、はい、でやっぱりあの初球からどんどん振っていけるっていうその積極性ですね。それとあと走塁も積極的ですので、はい、すごく失敗を恐れずどんどん打てるんで、はい、いい選手ですね。そうですね、はい、8番、9番はそうですね、あと、セカンドの大西、初年団はどこですか、大西君は。大西は千歳、青葉大シャークス、はいはい、あとあれですね、まあ、8球でそのライトに中倉が入ったり、はい、あと、まあ、右バッターで泉が入ったりとかっていうことですね。泉ですね。少年団はどっちですか。少年団は白木小太太ですね。はい、だから普通に打順組んだら、まあ、9人中7人ぐらいが左バッターになるんで、まあ、右バッターも、まあ、打てるバッターはちょっと途中途中に打ってっていうことで、はい、1年生も入ってますね。1年生も入ってますね、はい、あの実力ありますね。しっかり2年生の中に割って入るんですからね、はい、まあ、鍵になるというか攻撃の鍵になりそうだなというバッターを、はい、やっぱり1番の湯沢、はい、それと湯沢君の少年団は、あ、少年団は平岡カオボジ、平岡カオボジ、あと3番の菅原、はい、その、まあ、1、3あたりがやっぱり攻撃ではやっぱり起点というかキーになりますね、どうしても、はい、なるほど。左の、はい、
中学3年生。あ、はいはい。3年生の子たちは進路、進路はほぼ決まってます。21名、のうち公立が7名。中学3年生21人いました。はい、あ、すごい。そのうち公立7名、公立7名、14名が私立。あ、そうなんですね。はい、公立が札幌東が2人、北広島が1、はい、国際情報1、はい、で今聞いてるところでは平岡1の恵庭北1の地区統制が1という状況です。公立がですね、公立がですね、はい、私立が、はい、東海3、はい、学園札幌2、はい、信用が2、他は北海、札幌第一、はい、日大、立命館、はい、北星大附属、札幌総合生、はい、白樺が各一です。白樺も、白樺は去年もやってるんです、はい、それぞれですね、バラバラになりますけども。いや、そうですね、はい、どんな学校行かれるんですね、はい、まあ、やっぱり、まあ、うちで学んだことっていうのはあれなんですけど、はい、まあ、それぞれ野球が好きでね、行く子もいますし、野球は続けてほしいと思いますし、まあ、しっかりと打ち込んでほしいです。野球一生懸命やってほしいです。なるほど、はい、あ、3年間ね。そうです、そうです。いや、一生懸命やらないとやっぱり見えるものも見えないんで、はい、だからそういう分ではしっかりと打ち込んでほしいなと思います、ね。いや、ありがたい言葉ですね、これは。いい、ね、北広島ボーイズさんというと、はいはいはい、OB も、あ、そうです、ね、輝かしい OB がいらっしゃいますんで。OB はですね、西武ライオンズの戸川が昨年5年目で初めて1軍上がったんですよ。はい、そうですか。で、まあ、ホームランも初ホームラン、プロ初ホームランも打ったりして、今年西武の秋山選手がメジャー行くんで、まあ、外野のポストが1つ空いたということで、まあ、期待されてはいるんですけれども、はい、ちょっとそういう部分ではちょっともうさすがに6年目なんで、ちょっとなんとか頑張ってほしいなっていうのは、はい、ありますね。飛躍の年ですし、勝負の年ですね。そう、そういう感じですね、はい。まあ、社会人に松田っていうのが同期でですね、はい、で頑張ってます。社会人はどこですか。カズサマジックで、はい、で、まあ、今年2年目ということで頑張ってますし、あと北勝のキャプテンの庄司が、はい、今年2年目だったんですけれども、まあ、秋の社会人 JAVA の日本選抜として台湾遠征に行ってるんですよね。まあ、そういう部分ではちょっとすごく先輩頑張ってくれてるなって。そうですね、はいはい、いや本当に素晴らしい。まあ、昨年のプレーもその3人来てくれて、まあ、はい、顔出し、はい、室内に顔出してくれて、はい、で昨年末ですか。末ですね。で、まあ、子供たちにアドバイスくれたり指導してくれたり、はい、それはそれは野球をずっとね、社会人まで続けるのは大変なことなんですけど、ね、ね、はい、広告野球、はいはい、まあ今年も春選抜があって、夏、夏の甲子園もありますけど、はいはい、その、まあ、夏の甲子園だったりに OB の中で最も近いななんていう、あ、まあ、学校もね、そういう学校に行ってないとなかなか行けないんですけど、はいはい、そういう OB もいますか。 OB としてはそうですね、去年の秋決勝で日大と白樺だったんですけど、ね、日大のキャプテンの加藤っていうのが、まあ、うちの卒業男性で、加藤君、はい、加藤愛希っていうのですね。で、背番号は、まあ、2桁なんですけど、キャプテン、まあ、あとは、まあ、試合に関してはほぼ7、8割出てたんですけど、はい、まあ、頑張ってくれてるなということで、なんとか、はい、甲子園目指して今年は行ってほしいなと、はい、そうでしたか。はい、で6年生も結構入られましたけども、ね、何人入りました。今日現在で17名。17名、はい、すごいな。今年の6年生どうですか。結構いい選手も集まってますか。そうですね、ピッチャーでちょっと期待しているのが、ロバートソン・デイって豊平カージナルスの子ですね、はい、それとあと、まあ、キャッチャーでスイジャガーズの伊藤という、まあ、ピッチャーキャッチャーとして、はいはい、あ、これまず監督あれですかね、はい、外ではこうキャッチボールっていうのはこれ1年を通して、今年は、はい、
ちょっと体力作りの方が多かったんで、あの2月になってからですね、はい、2月になってから外でキャッチボール、キャッチボールですね、はい、今日初めてですね。そうです、はい、あとチームの練習としては、はい、活動というか、まあ、土日祝日については、はい、9時からです、9時から、そうですね、冬場は9時から16時まで、9時から16時まで、はい、で夏場については9時から17時まで、はい、平日練習はされてますか？いや、平日はやってないですね、はい、まあ、自主練で使うんであれば使っていいよということで、練習場の開放は水曜日と金曜日に、はい、開放はやってます。その時の指導者はつかない？いや、指導者ついて、誰か絶対、指導者親もしくはつくっていうことで、ね、はい、中学生だとなかなか塾なんかもありますしね。そうですね、はい、調整しちゃうと難しいのでありますよね、はい、やっぱり上手くなりたければやっぱり自主練が一番、うん、北広島ボーイズさんは、はい、あの北広島市内の子が多いですか、それともエニーは、その時によって違うんですけど、基本的に北広島の子が多いんですけど、はい、まあ、どうしてもこうエニーはもう、まあ、千歳も取っていたりっていうのはありますね、はい、札幌市内はどうですか？もう大体半々、半々、はい、はい、というのは団員が21名いたら大体10ぐらいで、10、11ぐらいで、札幌市内に、それで北広島千歳、あ、じゃあ札幌市内が多いんですね。多い、半々ぐらい、半分ぐらいは札幌市内の方が多い、はい、多いです、はい、で残りの半分は北広島の縁には千歳だとか、はい、よく学校区なんかで言えば石狩館内と札幌みたいな感じです。監督はあれですかね、合宿とかそういうのは、はい、合宿は2月の次の週ですから15ですかね、3週目ぐらい、3週目の土日ですね、はい、来週再来週になりますね、はい、どちらに、チップ別の方に、はい、一泊二日で、屋内施設ありますか、ね、屋内施設ですね、はい、例年行かれてますか？あ、そうです、毎年です、はい、いろいろ目的いろいろあると思うんですけども、はい、これはどんなところ、やっぱりちょっと冬場、土の上でできてないっていうのもありますんで、土の感触をつかむっていうことと、やっぱりチームとして6年生も含めて行動しますんで、そのチームワークとか、その団結とか、団体行動、はい、団体行動ですね、そう、士気を上げるとか、いろいろ決まり事があるんで、規律をしっかり守れるようにするとか、そういった、まあ、チームワークも含めてですね、そういうことをしっかり学ぶっていうことです、はい、あと3月にも一応北広市内で、合宿ということで、一番4週目ですか、28、29あたりで、はい、春休み期間中だったんですね。そうですね、オープン戦は4月2週目ぐらいから、はい、予定してますね。開幕が、はい、4週目ですね。例年よりちょっと早い感じですけど、こっちもどうですか、雪少ないですか？いや、少ないですね、全然少ないですね、だいぶ雪解け早くなりそうですもんね。そうですね、まあ、でね、1週間ほどはやっぱり早くなるんじゃないかと思って、はい、どうもありがとうございました。いえいえ。